こんにちはーアカデミー堀秀夫です今日はサンクコスト、埋没費用は沈めたまま放っておくというお話です。まあ、商品探しなんかでね、まあ、結構商品見つけてくるのに、ままあ、今一つ売り上げと利益伸びないなということがたまにあります。で、よくよく聞くと、知るで来た商品をね、えー 全部売り切りたいと。残ってる商品が気になって、いろいろまめに時間をかけて、値下げしたりね、広告出したり、いろいろあれやこれや工夫して、なんとか売るように努力しているという場合があります。まあ、一見ね、えー、良さそうなもんなんですけど、まあ、ただ、もう日本には商品は無数にあるんでね、えー、売れる商品を見つけるとで、売れない商品を諦めると、すっぱり割り切った方が、まあ、実は効率がいいです。まあ、そのね、 まあせっかく仕入れたんで工夫して売りたいと、無駄にしたくないというのをね、えー、サンクコストと言います。でこれはね、えーまあ、もったいない精神とか考えるとね、正しいようなんですけど、まあ、ビジネス的にはあんまり良くないという例をね、ちょっとお話したいと思います。でこのサンクコストの、まあ、説明をするのによく使われる例が、クソ映画を見続けるべきかと。ねえー、映画を見始めたが、 開始30分で、この映画が救いようもなくつまらないことに気づきました。ね、この映画は2時間です。この映画代、1800円と、まあ、時間30分、もう開始30分ね、えー、経ってますんでね、これはどうやっても取り戻すことができないコスト、まあ、サンクコストです。まあ、合理的に考えるのであれば、このサンクコストは無視し、今すぐ映画館を出て、残りの1時間30分を有意義に過ごすべきです。しかし実際は、 映画代1800円はすでに支払っているし、途中まで見ちゃったし、何とかして元を取らなければと考えてしまう人が多いと。まあ、こういうすでに投下したコスト、ね、時間とお金と動力があることで、もったいないと感じてしまう心理を参考コストと呼びます。当然ね、予想通り、ねえー、見始めて30分でもうつまんないという映画がね、突如、 えー、45分からもうめくるめく面白くなってきてね、えー、2時間後見てよかったのとなる可能性は果てしなくゼロに近いです、ね。だからもう30分でつまんなかったら、まあ出る方がいいと、ねで。その場で寝たらね、周りでこの映画が好きだという人もいるかもしれないしね、えー、いびきでも書いちゃうるさいですし、まあ1時間半、ね、有意義に使った方がいい。1800円の、ね、チケット代と30分の。 ねえー、見ちゃった分は忘れるというのがね、正しいビジネス的合理的な考え方。でそれができなくなるコス効果をサンクコスト効果と呼びます。でサンクコスト、ねえー、株式投資の事例で言いますと、A 社の株式を1万円で買いましたと。ね、当然、買ったってことは上がると思って買ったんですよね。まあ、しかし予想に反して株価反,反転、反落、えー、発生にまで急落しました。 下下ががががっっっっっちちゃゃたたた上がると思のここでね、ンクコスト。今、損が出てるけど、せめて買ったときと同じ1万円で売却したいなというのでね、持ち続ける人が多いです。これ、塩漬けっていいます。もうね、株下がってるときなんて塩漬けだらけですね。これで、ね、合理的な選択をするなら、上がると思った株価が下がった時点で損切りをすべきなんですね。 上がると思って買ったのに下がったってことは何かが間違えてるわけです。で間違いは拡大することあってもね、えー、何かの奇跡で良くなるってことは滅多にないと、まあ。たまにありますけどね。たまにあるのは珍しいからテレビとか本に書いてありますけど、粘って持ってもね、えー、いいことはまるでないと。まあ、してね、えー、経済がね、えー、就労人口が減って、経済が縮小していく日本の株を買ってね、 えー、なんか予想外に株が爆発とかね、えー、急成長ってほとんどありえないですだからね上がると思った株が下がったらもう切り、えー、して別の予防株を買った方がいいということですねでお金とか映画の例で言ってもう一個ね、まあ、毛,と毛色を変えてというか恋人の事例、ね、E さんはダメ男と付き合って早8年 そそろそろ結婚でもと考えていますしかしダメ男には問題がありますダメ男は浪費家で消費者金融に800万の借金がありますしかしダメ男と別れても次の彼氏ができるかわからないダメ男の浪費癖がなくなる可能性もゼロではないと、ね、E さんはずるずるとダメ男と付き合い続けてしまいます、まあ、こんなふうにね他人事だとサンクコストは きっぱり諦めることが大切だと分かります。ね意味ないじゃんと。なんでそれ無理だよと。ただね、実際自分が当事者になっちゃうとなかなかこの3コストっていうのは割り切れない場合が多いと。ね、ただ、えー、もう引っ張ってもろくなことないですね、えー。10商品買って10商品全部売れてね、えー、大きく黒字になるということはめったにないです。10商品買って、まあ、5商品が ね、儲かる商品なのか、7商品が儲かる商品なのか、はたまた3商品が儲かる商品なのか分かりませんけど、まあ、少なくともね、えー、どんなに確率良くても、3割、あるいはね、普通にいけば半分、まあ、もしかしたら7割は、ね、ライバルは強くて売れないとか、見込み違い,違いで売れないとか、売ったけど儲かんないという商品が出てきます。まあ、それをどうこうするよりは、売れて何の工夫もせずに儲かったと。 いう商品をね、どん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 増やしていくのが、まあ、商品探し。えー、しかも、えー、商品だけ見つければ、あとは Amazon が全部やってくれるというね、えー、Amazon を使った転売の秘訣なんで、このサンクコスト、ねなんかね、えー、そっちは諦めてくださいと。ね気にしないでいいです捨。捨てちゃいましょうと言った時にね、えー、何言ってんだ、仕入れでもったいない。送料も仕入れ代も勝手ってんだと思った時はね、このサンクコストの話を思い出して、まあ、 できるのが一番いいいいいねととう,うに思思っていただければと思いますここにこだわってね、えー、もう知れた商品なんとか売り切れたいとか工夫しちゃう人はそこ労力かけてもあんまり儲かんないとこなんでね、えー、儲け出すまでに時間がかかることが多いです、まあ、ただね、えー、そうじゃなくてまあ、えー、効率悪くてもね、えー、精神的にその売れ残りを全部 売売っっっててて時間かけででもね売ってった方が自分は好きなんですと言うならね、まあ、別にそれはどうしても諦めろとは言いませんけど、ただし、サンクコストを気にするのは効率が悪いというのはね、商品探しの時に覚えておいてください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。